今月22日に開業28周年を迎えた志摩スペイ村は、大型連休の期間中、開園時間を夜8時半まで延長したナイター営業を行っています。また今日から来月末までは、白壁が美しい園内にフラワーワゴンが並べられ、教会にカーネーションのフォトスポットを設置、色とりどりの花が春ならではの景色を作り出しています。ナイター営業の見どころの一つであるイルミネーションに彩られたショーでは、スペインのお祭りを表現した陽気な曲が訪れた人の人気を集めています。さらに今日は強風のため中止となりましたが、音楽に乗せて次々と打ち上がる大迫力の花火がパークの空を華やかに演出します。志摩スペイン村は来月5日まで毎日ナイター営業を行っていて、期間中午後4時からお得に入園できるムーンライトパスポートも販売されます。